とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのセットをね、使ってみようと思います。ウィザーアーマーの無謀、そして、ささやく槍ですね。無謀は HP が減って、運用が難しいんだよね。そこに、ささやく槍。これ敵を寄せ付けないんだよね。基本的に。なので、無謀との相性がいいんではないでしょうか。ダメージを受けないので。なので、これで行ってみようと思います。攻撃力も、そんなに低いやつじゃないので、どうだろう。まあまあまあ、だいたい200万、300万ぐらいを与えることができますね。で、それにパワーポーションをつけると、まあ、こんな感じよ。600万、700万、300万とか、かなりダメージ与えるし、ドラが入れば、何千万っていうダメージが結構簡単に入ることができます。で、今回は、キノコを使っていきますね。キノコと、カバン、そしてドラですね。これでちょっと試してみます。それでは行きましょう。デイリーさんの沼ですね。HP100% 増加、速度 20% 増加、でも雷を持ってるってやつですね。この雷が結構痛い。うん、雷これかなり痛いんですよね。あ、結構強い。やっぱ強いわ。うん、で、打点が先にあるんで、こんな感じで寄ってこれないんだよね、敵が。それがやっぱり、強みだね。あ、なるほどね。キノコ入れてもやっぱ強い強い。結構キノコなしで行ってたりしたんだけども、キノコあっても全然いい感じですね。あー、パワーポーションが出ない。パワーポーション出るとね、もう一気に削れていいと思うんだけど、基本的にはパワーポーションをずっと入れておきたいところです。寄せつけない。でもこの寄せつけないっていうのがね、ポイントですよ。はい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 。なるほどね。これね、キノコ使わなかったら、意外と寄ってくる時もいたりするのよ。でもキノコ使えば、完全に寄ってこないな。完全に敵が寄ってきません。はいはいはい。でちょっと強い敵にはバーストフォーストリングで、虚無を入れてやって、いけるね。うんうん、クリーパー処理ももうバッチリよ。クリーパー処理ももうバッチリです。はい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 。あ、まあ確かにね、怒りとかのように爆発力はないよ。爆発力はないんだけども、安全に無難にいけるっていうので、やっぱり槍は素晴らしい。うん。で、そうね、キノコいいね。キノコなしでも、まあいいところはあると思うんだけども、キノコありでも、あ、面白い面白い。敵を寄せつけません。おうおう。無謀との相性がいい。無謀はやっぱりね、ダメージを受けると、やばくなるっていうのが、弱点だったけども、こんだけ寄せつけなければ、あっぶねすっげえ減る。驚きのダメージだ。さすが雷。雷ね、ごっそり持っていかれるもんね。危ない。おお待って待って待って、とんでもねえなダメージ。 HP こっち 100% 上がってんだよ。それでそのダメージかい。はいはい、まあまあまあ、とりあえずこのまま洞窟まで行ってみましょう。洞窟到着。もちろんキャプテンは倒していきます。あ、なるほどね。キャプテンはノックバックしないわけね。まあまあまあ、分かってた。よし、 OK。 とりあえず取らせて。なんだ、うん、クリーパーに置き換わるか。まあまあまあ、クリーパー貫通できてるので問題ないでしょう。で、まだいるんでしょ、キャプテンは。ちょっと待てよ。
ちゃんと位置取りをしてから行きましょう。いいね。このね、雷クエストでかなり脅威になるスライム、これをね完封できるのはいいな。あ、ただ帯電は痛い、帯電は痛いぞ。しゃで、この先にキャプテンがいるね。どこだ、いないんかい。こっちじゃないの、あっちか。ミスったな。おお、びっくりした。あぶねえ、あぶねえ。急に出てきやがった。トゲか、トゲは痛い。え、キャプテンどこ、下か、どこだ。あ、いた。はいはいはい、いいね、いい感じ、本当にいい感じ。脅威が1。お、またキャプテンいた。おお、いいねいいね。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。あ、やばい、取らせて、先に取らせて。何、モブ速度か。あー、ぬるいやつがついたな。オッケーです。でもこの霊気嫌いだな、霊気嫌い。霊気のやつは先に倒しておきたい。あ、まだいる、いいね、いい感じだわ。お、まだいる、まだいる、いいね、いい感じだわ。本当に今回序盤に結構いてくれて嬉しい。で、プレイヤーダメージ 20% 減少。あ、 40% じゃなくてね、ちょっと残念ですけども。おい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 、とんでもねえダメージだ。どうした、どうしたっていうぐらいダメージがあるね、やば。はい、脅威が2。お、キャプテンいる、どこだ、お前か。あー、でも場所がな、あっぶねえ。おーし、オッケー。で、脅威3、全部取れましたね。いきましょうか。はい、ボスまでもう少しですね。いきましょう。パワーポーションが切れると若干ね、火力不足になってエンチャントの敵がちょっと倒しにくくなるかな。うん、なのでパワーポーションは基本切らさないようにいきましょう。まあ、これ運次第だからね、そうも言ってられないんですけども、まあ、基本的に切らさないようにいきましょう。味方回復買って、はい、しょ、OK、いくよ、どんどんいきましょう。でもあんまり急ぎすぎると死ぬからね、ほんとね、急ぎすぎない、それ重要です、めちゃくちゃ重要。よし、 OK、 あと次でおしまい、ボスまでいきます。あー、待って、あったね、油断しすぎ。ポーションバリア、ポーションバリア入れてけ。もろに毒ダメージで死んじゃってるね。あー、危ねえ、危ねえ、ちょっと待って、硬すぎない、危ねえ、パワーポーションが入ってなかった、事故るとこやった、危な。ちょっと待って、重力パルスやめろ。やめなさいよ、あなた、アップデー。重力パルス鬱陶しいな、ちょっと待って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 、嫌なエンチャントつけやがるね。よし、オッケー。あ、違う、こっちじゃないわ、あっちかい。いきます、重力パルスにやっぱやけどは痛いね。あぶね、死ぬって、やめろ、もういじめのように吸い込んでくるね。はいはい、まあまあ今度こそボスですね。あ、ちょっと待って、パワーポーションが欲しい、ちょっと出るまでやります。パ
ワーポーションはちょっとないときついって。よかった、いきまーす。影化がそのまま続いてくれてればいいダメージが出る。ナイス。あ、でもそんなにダメージないぞ。そこまでダメージなかったか。まあいいや。よいしゃー。え、なになんか110、ん違う、1億ダメージ出たね。虚無を入れてから叩いたからか。なるほど。はい、ということで今日は無謀の槍を使ってみました。ちょっとね、攻撃力が不足することもある。だけども、パワーポーションを使えば、まあ、なんとかなる感じですね。うん。で、キノコはね、入れた方がいいのかな。前はキノコなしで言ってたんだけども、入れてた方が敵が寄ってきにくくなるので、うん、こっちの方が使いやすいかもしれませんね。はい。ということで、無謀には槍、なかなか向いてます。おすすめです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。